1打数無安打ながら2打点を挙げ、2つの四球を選ぶ上々の内容で縦島初実戦を飾った。3回の第2打席では石一、3塁の場面で打席に立ち1ゴロ。この間に3走の熊谷が生還し、来日初打点を挙げた。続く4回にも一子三塁で打席に入り、右翼へライナー性の儀飛を放ち2打席連続打点をマークした。新天地での初陣を終えたソラーテはいい形でプレーすることができた。一軍に呼んでもらえるならすぐにでも行くと満足顔。遊撃に加え5回からは左翼守備も軽快にこなすなど、持ち前のユーティリティ性もアピールした。視察に訪れた矢野監督も、遊撃や外野などをこなせるなら起用のオプションは増える。打撃面でもメジャーでアベレージを残してきている部分が分かったと高評価。同日の DeNA 戦も勝負どころでのあと1本にかけ1対3で落としてしまっただけに、勝負強い新助っ人の早期合流は待ち遠しいところだが、ソラーテを昇格させる代わりにどの外国人選手を2軍へ落とすか、矢野監督という問題に頭を悩ませている。トラブルペンを支えるジョンソンは残留当確として、この日も2安打と気を吐き、打率2割7分8厘と上昇気配のマルテ、やや不安定ながらも防御率 1.82 と最終回のマウンドを守り続ける守護神ドリス。昨季中飛で13勝を挙げた実績のあるガルシアらをどのように配するのか、矢野監督の決断はいかに。